昔何になりたかった？なんでそんなこと聞くの？僕まだ決められなくて。候補は何？シェフとかテレビの司会者、雑誌に載るような。サムチン、自分が楽しめるものを選べばいいと思うよ。問題はそこなんだよね。楽しいことがありすぎて。あのさ。何？素敵な女子を紹介してあげようか。小さいけど将来の夢が決まってるんだ。どう？お願いします。みんな、今日は4つの素敵な LOL セットを開封して可愛いシスターにお目見えするよ。こんにちは。 LOL サプライズのファニチャーセットのシリーズ1はもう開封したの。そっちの動画も見てね。今回はシリーズ2。早速始めてみよう。どの箱から開けていこうか。選びがたいな。どうしよう。じゃあ私が決めちゃおうかな。ダメだよ。僕決められるもん。これよし。車を持ってる子ね。サプライズが10個以上入ってるんだって。ロードトリップに行くことにしたって書いてあるね。運転が得意なだけじゃなくて整備士なんじゃない？早速開けてみようか。じゃん。道路だ。箱がセットに変身するなんて面白いわね。さ、開封を続けよう。行きます。中身を見るのが待ちきれないな。見て。やばい、たくさん袋が入ってる。だね。袋は置いておいて素敵なセットを見てみない？ガソリンスタンド、お店、 BB ダイナー。なるほど、人形がどこに行くのか分かっちゃった。音楽フェスでしょ。それいいわね。早くお人形に会いたいな。みんな、賛成の人は高評価してね。みんな見て、袋が雑誌みたい。グランジガールだって。急いで、妹のキャンドゥベイビーに合わせてあげる。オッケー、よしと、ようこそ。この子寒そう。これあげる。ありがとう、サムチン。うわぁ、見て、この小さいつなぎ、シミまでついてる。整備士だもんね。僕も整備士になれるかな。ねえ、こんなの見つけちゃった。ヘアバンドね。小さな作業用ブーツ、かわいい。スーが袋を開封する間、僕が人形に洋服を着せてあげる。早く見たいな、この。おっと、袋の中身。うわ、みんな、この車見て。タイヤが回るんだ。ドアも開くわ、面白い。ナンバープレートは We can だって。いいね。僕、車を見つけたよ。もう一台？最高ね。ナンバープレートは Do it。 2台つなげればキャンドゥベイビーがシスターやペットを一緒に乗せていけるのね。僕たちやったね。てこ、頑張ったね僕。寒ったら袋を破るのが好きなんだから。うわ、車用のデコレーションサイコロ。小さいフレッシュナーも、もみの木みたい。車の中を見てみようよ。すっごいんじゃない？牛乳パックを見つけたんだ。ロードトリップ中に腹ペコにならないね。スー、こっち。準備できたよ。ナイスタイミング。やん、かわいいね。旅の前に腹ごしらえしとく。はい、これでオッケー。かわいいね。さ、キャンドゥベイビー、ロードトリップ楽しんできてね。みんな、私のシスターが近道を知ってるんだ。来て。妹のボンボンベイビーに会う準備は OK？ さ、始めよ。箱の中身を確認しよう。楽しみだな。
うわー、全部ピンク。石畳の歩道って感じ。ピンクのレンガの道の先にはオズの魔法使いがいたりして。勇気を出して、サム、これ見て。すごい、観覧車だ。グッズ販売店、ピザ屋も。よし、袋を開封してくね。じゃん、みんな見て、3つのアイスクリームコーン。小さい。看板から推測するに、アイスアイスベリー、ミントトゥービー、ゴーナッツだね。おいしそう。一番大きい袋を開けていい？はい、どうぞ。ありがとう。私はこれを開けようかな。小さいものが入ってるみたい。そうだな、ドラムロール出てこい。うわー、アイスクリームスクープ、かわいい。わかった、お人形は世界一のアイスクリーム屋さん。気をつけてね、サムチン。それって袋に入ってたの？素敵なアイスクリームスタンドね。この部分を広げられるんだ、気に入っちゃった。ここに置いて、サム、これ開けてくれない？私は残りを開封するね。え、なんて？付属品がたくさん。この小さい瓶、見て。この小さい椅子はアイススタンドにぴったり。準備できたよ。僕なんか顔についてる？サムチン、パラソルだよ。スタンドにつけよう。じゃん、素敵ね。みんな、この子、メガネ姿が可愛くない？髪が洋服にマッチしてるよね。バンバン、一人でアイスを食べ始めないでよね。お姉ちゃん抜きで食べたりしないよね。ねえ、舞台裏を見てみたい？ついてきて。みんないい？行くよ。オープン。わあ、たくさんのクッションとラグで快適。何が入ってるかな。え、袋は？サム、もう袋がないと続けられないじゃん。サムチン、袋全部盗んだでしょ。ずる賢いスライムなんだから。僕のせいじゃないよ、言われた通りやっただけだよ。じゃあみんなを探して本当か確かめよう。一人はここにいるはずよね。出てこい。いたいた、いたずらっ子さん。こんなに可愛いと怒れないわ。ほっぺに星がついてる。僕も可愛いでしょ、だから怒らないで。はいはい、サムチン。じゃあ着替えさせようか。じゃん、いい感じ。可愛いね。同感な人はお知らせボタンをオンだよ。さあ、ここには何が入ってるのかな。面白いものじゃない？うんしょ。うわあ、見て、素敵な兄弟、お城みたい。引き出しは開けられるかな。そう、僕袋を開けたんだけど、ちょっと手伝って。サムチンたら、どれも素敵ね。このマスカラ、小さいのにリアル。わっすー、袋があと一つあるよ、開けて。うん、準備はいい？もちろん。柔らかいクッションの個性的なメイクチェアだね。ここには、うわー、小さなお人形用の綺麗なボトル。さっすー、プレイセットをチェックして次の箱に移ろう。ねえ、サムチン、あとどれくらい？大丈夫だって。ね、スー、さすがサムチン。どうしたの？アルトガールの妹のコンサートが始まるってさ、急いで。わかった、これは魔法を使って開封しよう。最後の仕上げ完了。
誰かがゴミを置いてったみたいだね。いけない子だ。同感。みんな、自分のゴミは自分で片付けるのよ。さてと、セットが素敵ね。ひらめいた。どのセットも違う角度から見た同じ場所なんだ。サムチン天才。さ、ステージに向かおう。ステージは一番大きな袋かな。破ってみよう。急げ。うん、やっぱりいいね。あ、ここにお人形が立つんだね。本物のステージにあるラグみたい。完璧。かわいいお人形用のボトルも見つけたよ。ステージ用のマイク、エレキギターをつなぐアンプも。ロックコンサートにキーターは欠かせないよね。それでは本日の目玉、ドラムロール。紳士淑女の皆さん、ご紹介しましょう。グランジガール。素敵ね。ピンクヘアであの歌詞を思い出しちゃう。コンサートが始まる前によく見てみようよ。わあ、今日の開封は楽しかったね。みんなどうだった？うん、僕音楽フェスのセットが一番気に入ったな。しかもみんなのおかげでやりたいことが明確になってきた気がする。コンサートに行こうか、サムチン。うん、みんなまたね。バイバーイ。バイバイ。イエーイ、エビバディダンス。 Are you ready? Thank you.